賢い探偵さん、あなたにひねりの効いた謎をお届けしましょう。虫眼鏡を出して早速取り掛かりましょう。いえ、金曜の秋の夜午後10時にトムは姿を消しました。警察官は彼の4人の友人を尋問しました。彼女は彼ら1人が失踪事件に関与していると疑っていました。彼らがその時何をしていたか尋ねると、アダムはデートのための服を選んでいたと言いました。ダニエルは自分のアパートで行われるパーティーの準備をしていたと言い、ソフィアは夜勤前にヨガをしてリラックスしていたと答えました。そしてジェイクは公園で鳥を見ていたと言います。容疑者たちを尋問した後、警察官はトムの友人の1人を逮捕しました。それは誰でしょう。それはジェイクです。午後10時では外は暗すぎて鳥は見えません。南極に閉じ込められたと想像してください。食料が少なくなり始めたので周囲を探索することに決めます。目がくらむほど眩しい雪の中、ある時点でナイフが収まるほどの亀裂が入った大きな骨の断片を見つけます。後で役に立つかもしれないと思い持ち帰ることにします。最善の使用方法は何でしょうか。骨を割って2つ目のナイフとして使う、目を覆うマスクを作る、辛い状況から気を紛らわせるために笛を作る、2つ目を選ぶべきです。目を覆うマスクは接眼炎からあなたを保護することができます。雪と氷から反射する日光は深刻な目の問題を引き起こす可能性があるのです。あなたは大きな廃場に閉じ込められています。明かりは消えており誰もいないようです。不気味な城からの脱出口として3つの扉があります。しかし最初の扉の向こうには有毒な蛇と蜘蛛がいる部屋があります。2番目の扉の向こうにはそこに鋭いスパイクのある絶壁があります。3番目の扉は通電された堀につながっています。どの扉を選びますか。なんと最も安全な選択肢は3番目の扉です。その城は放棄されています。何年も誰も住んでいないのでお城の堀に電気が通っている可能性は極めて低いです。ですから堀を安全に泳いで渡ることができます。何らかの形であなたが闘技場にいるとしましょう。3体の生き物が待っており、生き残るにはそのうちの1体と戦わなければなりません。最初の怪物はガラガラヘビの頭と巨大なフェレットの体を持っています。2つ目はゴリラの体とワニの頭を持ち、3つ目の生き物はクマの尾と爪を持ち、顔と体はホホジロザメです。どの怪物と戦うことを選びますか。最初の2つは極めて危険です。ヘビとフェレットが合体した生物がどれほど素早く有毒か想像してみてください。ゴリラとワニが合体した生物はあなたが倒すには強すぎます。一方サメとクマが合体したモンスターですが、サメはエラを持ち陸上では呼吸ができません。少し待てばこの敵は自ら道を開けてくれるでしょう。泥棒が家に入ろうとしています。あなたはドアの郵便受けを通してのみ自衛でき、その間に彼らが家の中を覗き込もうとしています。どの防衛手段を選びますか。タランチュラと 1.2 メートルの棒、1メートルの竹の棒と冷凍グリーンピース、またはリーフブロワー、ゴムバンド、紙のロール、そして数十匹のヒアリでしょうか。
棒の問題点は短すぎることとタランチュラが戻ってくる可能性があることです。凍ったエンドウ豆を強盗の顔に投げつけても犯罪者を止めるには十分ではないでしょう。3番目の選択肢を選んでください。リーフブロワーを使うと紙のロールを通してアリが泥棒の顔に向かって飛ばされ彼らを退治することができます。この謎はどうでしょう。彼女の前の誕生日に10歳でした。しかし次の誕生日には12歳になります。どういうことでしょう。女の子は今日11歳の誕生日を祝っています。このクラスには双子のペアが4組います。ある日生徒全員が両親と学校のイベントに参加し合計で85人いることが分かりました。クラスには何人の生徒がいるか分かりますか。双子の各ペアはおそらく異なる両親を持っているため4組の双子とその両親は合わせて16人となります。残りの69人は普通の生徒とその両親です。双子でない生徒はそれぞれ両親が2人いるので生徒は23人です。したがってこのクラスには生徒が合計で31人います。スティーブンは貴重品がなくなったと通報しました。警察が到着すると男性は彼らにこう言いました。私は一人でキャンプに行きました。そこに到着してテントを立てたところ大雨が降り始めました。乾いた焚き木を探すために急いでいたためテントの中にバッグを置きました。財布や全ての書類が入っていましたが戻った時には全てなくなっていました。警察はスティーブンの言うことを信じず虚偽通報で罰金を課しました。どうやって彼が嘘をついていると警察は分かったのでしょう。彼は雨が降り始める前にテントを立てたと言いましたがなぜ中に大きな水たまりがあるのでしょう。アンとメアリーが散歩をしていたところ突然激しい雨が降り始めました。そこで2人は空き家のような家に避難しました。雨が止むと彼女たちはとてもお腹が空いていることに気づき食べ物を探すため別々の方向に向かいました。アンはリンゴの木を見つけすぐにリンゴを1つ食べました。すると突然彼女自身が木に変わってしまったのです。30分後メアリーは果物と友人を探して同じ場所に到着しました。その時誰かが言いました。あなたの友人は木に変わってしまいました。彼女を元に戻すにはその木を見つけなければなりません。チャンスは一度きり、間違えたら彼女は永遠に木のままです。メアリーの友人の木を見つける手助けをしてあげられませんか。枠にとらわれずに考える必要があります。30分前に雨が降ったので森のすべての木は濡れています。濡れていない唯一の木が友達のアンです。美しい晴れた朝、ヴァンパイアが早起きしてひげを剃るためにバスルームに行きました。彼は鏡で自分を切ってしまったことに気づき、応急キットを探しに行かなければなりませんでした。この話のおかしなところはどこでしょう。実は、ヴァンパイアは鏡に映らないのです。この写真を注意深く見てください。子犬が誰のものか分かりますか。細部に注意を払ってください。何が役立つか分かりません。
飼い主は真ん中の少年です。彼だけが子犬を撫でようとしていません。この写真の何がおかしいか分かりますか？再度細部に注意を払ってください。ほら、時間がありませんよ。この写真で間違っているのはこのカラフルなオウムです。どうして彼がそこにいるのでしょう。オウムは冬を好みませんよね。